今回は54回目の埼玉自動車大学校祭オートジャンボリーの模様です。門をくぐるとダカールラリーに挑戦した日野レインジャーの展示をはじめ、各メーカーなどの体験コーナーが用意されていました。校舎のエントランスには初音ミク SLS をはじめ、オートサロンで発表した生徒たちの作品も出迎えてくれました。ここからは校庭に展示されたノスタルジックカーをご紹介しましょう。開催は土曜日日曜日の2日間でした。取材は土曜日に行いましたが、この日は埼玉県北部で大きな旧車イベントが開かれたこと、そして今年から申し込み方法が郵便からメールに変更したこともあり、それに気がつかなかった方が大勢いたそうで、いつもの賑わいがなく、この日のノスタルジックカーの展示は50台ほどで大変寂しいものでした。しかし翌日の日曜日にはこの3倍以上のエントリーがあり、大変にぎわったそうです。ここではクラシックカーサークルがあり、旧車のメンテナンスや走行テストも行い、イベントにも出展しているそうです。後半は今年も設けられていたガオ西川さんの個展から展示された作品すべてをご覧いただくことにしましょう。ガオ西川さんはアメリカのルート66を題材にした作品が多く、いずれも抜けるような青空が印象的です。
いかがでしたでしょうか。埼玉自動車大学校は今年60周年という長い歴史がありました。